イーコムマンスリーカナダ文化紹介へようこそ。さて8月といえば夏休みですけれども、カナダってどのくらい夏休みあるんですか？そうですね、小中高校生は、うん、基本的に7月から9月までです。7月から9月まで、はい、3ヶ月間、長いですよね。じゃあ大学生ってどのくらいあるんですか？大学生はもっと長く、うん、基本的に4月に試験が終わりますので、そこから9月までずっとお休みです。4月から9月？そうですね。すごいですね。6ヶ月間夏休みもあるんですか？すごい。その間皆さん普通どういうことしてるんですかね？そうですね、さまざまな過ごし方あるんですか、うん、例えば私は基本的にアルバイトしてたんですね。その他何かしてなかったですか？あと留学とかもできますね、うん、留学、はい、ちなみにジェンさんはどちらへ？あ、中国です。あ、そうなんですね。いいですね。6ヶ月もあると本当にそれこそ日本の大学生みたいにバイトしたりとか留学したりとかいろいろなことができると思うので、ぜひ皆さんも留学されるようでしたら大学の夏休みの間何しようかなって考えておいてほしいと思います。さて8月ですが、今月のトピックは何でしょうか？今月は land です。はあ、国土でしょうかね。はい、そうです。はい、いくつか分かれているということですけれども、はい、はい、今日の3つのキーワードは、はい、まず1つ、 second largest country、 2番目は population concentration、 で3番目は Trans Canada Highway。 なるほど。じゃあまず一つ目の、Second Largest Country というところから見ていきたいと思いますが、カナダって2番目に大きい国だったんですね。はい、そうです。ロシアのあと2番目大きい国ですね、うんうん、へえ、そうなんですか、はい、それはなんか昔習ったかもしれないけどすっかり忘れてましたね。へえ、なるほど。じゃあ続いて2つ目、はい、Population Concentration。 こちらに地図もありますが、はい、そうですね、カナダはとっても広い国ですが、うん、人口がそこまで多くなく、うん、人口のほとんどはここのアメリカの国境の近くに住んでます。あー、そうなんですね、はい、なるほど。はい、ここら辺はこのグレーの部分は全然人が住んでいないというところですよね。はい、あんまり人がいないんです。住めないところですかね。寒すぎて、はい、かなり寒いんですので。なるほど、凍ってしまいますね。はい、わかりました。じゃあ続いて3つ目、はい、それは Trans Canada Highway。 はい、はい、またこちらに地図があるんですが、うん、こちら高速道路がこの西の方から東の方からずっと続いて、まあ、さっきの、はい、ここら辺の人口密度が高かったところと一緒ですよね。はい、そうです。へえ、ここに高速道路大きなのが2ついくつかありますね。はい、まあ、同じなんかトランスカナダルートになってます。これは距離にしては分かんないかもしれないけど、どのくらいあるんですかね。長さはだいたい8000km。 8000km、はい、あまりピンときません。じゃあ今日どうでしょうかね、ドライブして車で運転したらどのくらいとかってありますか？24時間運転する場合は、うん、まあ4日4日間かかりますが。24時間。もしかしたら2人とか3人とかで交代で運転すればいけるかもしれないけど、1人じゃ無理ですよね。もういろいろなところを見たい場合は、うん、まあ、2週間ぐらいあれば、多分楽しい、そうですね、楽しく旅行できるかと思います。2人とかでそのくらいで、2週間くらいで、ここら辺、この東から西まで、西から東まで行けそうですね。はい。はい、わかりました。ということで今月のトピック Land ということで国土ですねでしたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと8月お休みも取ってる方多いと思うので、ぜひ皆さんカナダに行ったらこのハイウェイ通って旅行してみていかがでしょうか。今月のビデオキャストはいかがでしたか。
夏8月ということでとても暑いですけれども、皆さん暑さに負けず学習を続けてほしいと思います。それではまた次回、バイバーイ。